時の起源より天と地の軍勢は終わりなき戦いを繰り広げてきた。そこにこの世の秩序と調和を保つため古の掟で結ばれた荘園評議会が出現する。どちらか一方が全宇宙の基盤を揺るがすほどの力を持たぬように、やがて天国と地獄は評議会に畏敬の念を抱き始めた。迅速かつ苛烈な評議会の裁きから逃れられる者はいない。その恐怖の執行者たちは四騎士と呼ばれた。争いの最中、人類が誕生する。評議会はこの弱くも狡猾な生物がやがて調和に不可欠な存在になると予言した。こうして人類の王国たる第三の王国が作られた。評議会の命により天国と地獄は休戦協定を結んだ。協定には七つの封印が施された。人類が終末戦争への力を蓄えた時、封印は解かれ、その戦いは調和をもたらし、三つの勢力の運命を決定づけるはずだった。
まさか。アバドン、それは一体我が兄弟たちはどこだ。ありえん、最後の封印が。カッカ、なぜこのようなことに。七つ目の封印は解かれてはおらんぞ。アバドン、なんていうことをしてくれたのだ。俺は呼ばれたのだ。どこだ。召喚されたのではないのか。七つの封印は隠されておる。
太古の昔に千切が結ばれて以来な。どれ一つとして解かれてなどおらん。そなたは闇の軍勢に加勢し、制約を破って人類を貶め、そして調和を崩した。否定できるか。覚醒した時すでに戦いは始まっていた。そこにはアバドンもいた。何かを知っていたはずだ。そなたが引き起こした混乱の最中でアバドンは滅した。俺は力なきまま魔物と戦い敗れた。それでも俺の仕業だというのか。それは何の証にもならない。そなたを必要としなくなった破壊者が単に切り捨てただけであろう。そなたは掟を冒涜した。制裁を受け入れよう。俺は評議会とこの世の調和に忠義を尽くす者。それが四騎士の務めだ。地上に戻してくれ。真の黒幕に鉄槌を下してやる。どうやってだ。相手は破壊者の軍勢だぞ。そなたには力及ばずだ。俺が敗れれば評議会の判決を魔物が執行したこととなるまでだ。よろしい。そなたを地上へと繰り返そう。ただし目付役と共にだ。いでよ。さもなきゃもっとひでえべきだわ。さくせえ。もうよい。立て、そして戦いに備えよ。